はい、お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回なんですけども、皆さんキャンプの時にどんなトングを使ってらっしゃいますかね。あ、トングといっても巻きトングではなくて、今回は焼肉をこうひっくり返したりするトングのことを指してるんですけども、どんなトングをお使いですかね。私も今までいろいろなトングを使っていたんですけども、これといってこだわりなく100円均一のものであったり、アウトドアショップのものであったり使ってきたんですけども、実はですね、私、皆さんご存知かちょっとわからないんですけど、焼肉屋さんの焼肉キングというお店があるんですけども、焼肉キングがねラブでして、あ、ラブ中のラブでして、そんな焼肉キングさんで用意されているあのトングが今のところ私の中では最強のトングだなと思っているんですね。なので今回なんですけども、100円ショップとホームセンターさんプラスアルファでおうちログトングをたくさん買ってきましたので、その中から私が選ぶトング最強決定戦を行いたいと思います。イエーイ、パチ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 、誰得誰得。それではですね、選手紹介をしていきたいと思います。それではまず最初の選手がこちらですね。ででん、ダイソーで購入した焼肉トング。そして続いて、最近新商品で世間を賑わしておりますセリアさんのトングですね。はい、こちら先細トング。そして続いてが、はい、ホームセンターナフコさんで買った焼肉用トング。そして続いて、ドゥン、はい、カインズさんで購入した軽い力でつかみやすい焼肉トング。続いて続いて、コメリさんで購入したドゥドゥン、スタミナ天国スマートトング。そしてラスト、こちらホームセンターさんではないんですけども、ドゥドゥン、お値段以上ニトリでおなじみニトリさんの焼肉トングでございます。はい、というわけで、私最初何種類って言いましたっけ。100円ショップが2店舗、ホームセンターが2店舗プラスアルファって言ったかもしれないですけど、失礼しました。100円ショップが2つ、ホームセンターが3つ、そしてプラスアルファニトリさんで1つの、計6つのトングを購入してきました。それではね、まずは簡単にそれぞれのトングのスペックを見ていきたいと思います。はい、まずはこちらのダイソーさんのトングなんですけども、こちらサイズの方が 22.6×2.6×7cm になってますね。続いてこちらですね、セリアさんで購入した先細トング、こちらの方のスペックなんですけども、材質はステンレススチールで、全長 27.5cm、 横幅が 2.8cm になってます。こちらみんな大好きエコー金属株式会社さんのトングになります。そしてメイドインジャパンになっております。そして続いてこちらですね、ナフコさんで購入した焼肉用トング、こちらはステンレス鋼で、全長が 24cm になっております。輸入販売元キクヤ株式会社さんというところで、メイドインチャイナになっております。はい、続いてこちらですね、カインズさんの軽い力でつかみやすい焼肉トング、こちら材質がステンレス鋼になってます。でサイズの方のね、記載がないんですけど、約24センチ弱ぐらいのサイズ感になっております。はい、続いてこちらですね、こちらコメリさんの方で購入したスマートトングは、こちら材質が180のステンレスになっております。メイドインジャパンですね。こちらもサイズの記載ないんですけども、はい、約24センチになってますね。はい、そしてラストニトリさんのものも、材質はステンレスになっております。こちらもサイズ記載がないんですけども、だいたい24センチになってます。
はい。そして、ね、全部のトングに言えることなんですけども、形状を見てみるとテーブルに置いても先端がテーブルにつかないというような仕様なものになってますね。はい、それでは一回パッケージから全部開けて出してみます。はい、というわけで一通り開封が終わったんですけど、ここまでの印象としましては、セリアさんのねこの先細トングだけがねちょっと長さ長いなという印象で、見た目的には、まあ、ほぼほぼ似たような感じなんですけども、これバーッと見ていただけると分かるんですけど、この開き具合がねそれぞれちょっと違う感じになってますね。今回トング最強決定戦をやっていくんですけども、まあ、もちろんねトングとしても使いたいんですけども、もう一つ目的があって、まあ、キャンプの時にもうお箸を持っていくのがちょっとめんどくさいなと。なのでトングで食べればいいんじゃないっていうことで、判断基準の一つにお箸代わりとして使ったらどうなのかっていうのを条件に加えていきたいので、その辺を考えて、その辺を加味した審査の方をね加えていきたいと思います。続いて重さを見ていきましょうかね。重さをざっと見ていきたいと思います。はい、どこかに切り隠れしていたダイソーのスケールが見つかったので、ではまずダイソーのトングから測っていきたいと思います。どうでしょうか。はい、はい、出ました。ダイソーさん 38g でございます。続いてセリアさん、セリアさんのトングが 50g。 続いてナフコさんのトング、ナフコさんのトングが 68g。 続いてカインズさん、カインズさんのトングがこちらも 50g。 さあ続いてパワーコメリさんのトング、こちらが 54g。 そしてラストニトリさんのトングが 74g ということで、一番ヘビー級なのがニトリさんかな、そして一番軽いのがUL なのが、こちらの一番 UL なのがダイソーさんのこのトングが 38g になってます。結構ばらつきがありますね。はい、ではですね、実際にお肉をこちらの鉄板屋ともさんのトモパンで焼きながらですね、私個人の感想にはなりますけども、こちらのトングを実際に使ってみてね、使用感を確かめてみたいと思います。そして今回焼いていくお肉ですね、こちら南信州の名物ということで、こちらのジンギスカンと豚人、私これ初めてお土産でいただいたものなんですけども、こちらをね焼いていきたいと思います。じゃあまずはこちらのジンギスカンから焼いていきましょうかね。ジンギスカンから焼いてみましょう。大事な大事なご飯。はい、じゃあまずはダイソーのトングでいきましょう。今のところ、うん、不自由は感じませんが、では焼いていきます。はい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 、あ、いい匂いがねしますね。あ、さすがトモ鉄板、くっつかないな。トモパンはくっつかないわ、素晴らしい、うん、問題はないですね。焼きましょうね。はい、ひっくり返す。おー、美味しそう。これどんぐらい焼いたらいいのかな、もういいかな。ではですね、このトング、これでねご飯も食べたいなと思ってるんで、その辺も確かめてみたいと思いますよ。じゃあいきますね。はい、これをご飯に乗っけます。はい、見えますかね。はい、じゃあすいません、これでいただきたいと思います。ご飯と一緒にいただきます。うん、うん、まずいわけがない。めちゃくちゃうまい信州なんですけどね、ちょっとご飯を食べるのはちょっと食べづらかったですね。これだとトングとしては問題なし。じゃあ続いてセリアさんのトングでやってみましょう。はい、じゃあいきます。全然くっつきませんね。さすが鉄板屋友の
トモパンは全然焦げつかないぞ。いいですかね。続いてじゃあセリアさんのトングで食べてみます。ワンバンして見えるかな。はい、じゃあこれでいただきます。あ、ちょっと食べづらい。うんうん、でも味がまずいわけがない。こちらはね、トングとしてはね問題なかったんですけど、さっきのダイソーさんのやつでちょっと食べるのは食べづらいですね。はい、次いきます。はい、続いてナフコさんのトングですね。焼きましょう、焼きましょう。はい、どんどん焼きましょう。はーい、はい、じゃあナフコさんのトングでご飯も食べてみましょう。うわ、はい、どうよ、いただきます。うんうん、あ、うん、うん、味はまずいわけがない。今までのやつの中では一番食べやすいかもしれないですね。はい、じゃあ折り返しのところでこちらの豚人も焼いてみましょう。豚人、これは豚さんなのかな。それではこちらのカインズさんの焼いてみましょう。豚人ね、豚なのかな、豚っちゅうぐらいだからね。焼いてみましょう、豚人。はい、豚人、うわ、うまそうだな、豚人。このカインズさんのトングは他のやつと違ってこの指がしっかりはまるくぼみがついてるのがいいですね。あー、いいね、いいね。タレ付きのお肉焼いてるんですけど、トモパンね、全然焦げつかないんですよ、ほら。全然焦げつかない。ねえ、タレ付きなのに。うわ、うまそうだな。もういいかな。もういいでしょうかね。じゃあ、すいません。こちらを、ご飯に乗っけて、うまそう、いただきます。うん、うん。豚人の方も、まずいわけがない。今までにはない気候がついてたんですけど、持ちやすさはめちゃくちゃいいですね。はい、じゃ続いてこちらパワーコメリさんで買ったトングでやってます。さあ、いくぞ、よいしょ。はい、じゃあそろそろいいでしょうか。こちらのコメリさんのトングを使って、はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。うん、あ、うめえ。まずいわけがない。味最高で、このコメリさんのトングはね、ここの持ち手がすごいスマートなんで、でここに滑り止めついてるんで、これはねいいですね。じゃあラスト、ラストね、ニトリさんのトング、はい、いくよー。はい、もういいでしょうかね。はい、それではニトリさんのトングでご飯にワンバーン、いってきます。いただきます。うん、どのトングで食べてもまずいわけがない。はい、こちらニトリさんのトングは もちろんトングとしては全然問題ないんですけど、ご飯を食べる時もね、食べやすい印象がございました。はい、というわけで検証の方が終了しました。こちらに並んでいますトング各所ですね、焼肉をしながらなおかつお箸代わりとして使ってみたんですけども、それぞれね特徴があって、トングとして使う分にはどれも申し分なかったんですけど、当たり前なんですけど、今回はお箸代わりに使うということで、全部使った中でベスト3をですね今から発表していきたいと思います。最強トング決定戦第3位はこちらになります。ドゥルルルルル、こちらダイソーさんのトングです。はい、こちらの焼肉トングなんですけど、今回ご紹介したトングの中で最軽量のトングになっているので、重量を気にした時はこいつがいいのかなっていうのと、お箸代わりとして使うという時にこの指のポイントから
先っちょのポイントが一番短いので、お箸感覚で掴むのには一番操作しやすかったなっていうところで今回第3位に選ばせていただきました。価格の方もダイソーさんなんで110円で購入することができました。以上の点から今回ダイソーさんの焼肉トング第3位に選ばせていただきました。おめでとうございます。続いて第2位の発表になります。猫色的最強トング決定戦第2位がこちらのトングです。ドルルルルこちらカインズさんのトングになります。はい、こちらを選んだ理由としましては、このくぼみがですね、本当にトングを掴むときに指がフィットするのでずれづらい、まあ、トングとして使うときはこのようにして使うと思うんですけど、お箸代わりとして使うときはこの持ち方でいくんですけど、どちらにせよですね、こちら指がこうしっかりとはまるのでとても扱いやすいトングになっているなっていう点、また重量の方もね、ダイソーさんほど軽くはないんですけども、今回紹介した中では軽量だったので第2位はこちらのカインズさんのトングを選ばせていただきました。おめでとうございます。それではですね、猫色的最強トング決定戦第1位の発表になります。今回流行る第1位に選ばれた最強トングはこちらのトングになります。ででん、おめでとうございます。こちらのコメリさんで買ったトングになります。おめでとうございます。はい、というわけでですね、今回私が選んだ最強トングナンバーワントングはこちらのコメリさんのトングなんですけども、こちらを選んだ理由としましては、トングモードで使う時のこの指のね、滑り止め、あとですね、これここがね、小指にしっかり引っかかるんですよ。なんでね、こうすごく持ちやすい、うん、この中のトングで一番持ちやすかったですね。そして重量はね、決して軽くはないんですけど、耐久性等々を考えたらこのぐらい重い方がいいのかなっていう印象でしたね。そしてね、私も最初に答えを言っちゃってるんですけど、このトング、焼肉キングさんのトングとおそらく同じものなんですよ。こちら見ていただくと分かるんですけど、こちらのメーカーさんね、焼肉キングさんのトングと同じメーカーさんだったんですよ。っていうのもありましてね、まあ、ネタバレをしてしまいますと、まあ、このトングをね、探しにホームセンター100均の方探しに行ったんですけども、まあ、どうせだったらね、いろんなトングを使って比較してみたいなってことで今回のこの企画が生まれました。なので決してこれ以外のね、他のメーカーさんのトングに関しても、まあ、トングとしては機能的だったんですけど、すいません、私はこの焼肉キングのトングが一番使いやすいと思っておりますので、今回こちらの焼肉キングさんのトング、間違えた、コメリさんのトング1位に選ばせていただきました。おめでとうございます。かなり、ね、誰得な企画にはなってしまったんですけど、個人的には楽しく撮影ができました。そしてこういったトングね、100円均一ホームセンターさん大体取り扱いがあるので、ちょっとね、お買い物行った際に、あー猫色がこんなこと言ってたななんて思いながら売り場の方チェックしてもらうのも楽しいかと思います。というわけで今回は猫色的最強トング決定戦をお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンぜひぜひお願いします。また次回の動画もお楽しみに。バイバイ。やっぱ焼肉キングのトングはいいよねー。